何これ、うんちじゃないよね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見え、ほんま眠りにつこうかな。眠ります。私実際こんなへそ出しスタイルとか一回もしたことないんやけど。ほい、到着ー。〇〇島かな〇〇島かな。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、〇〇という島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都の〇〇島、島やった、をご堪能くださいまし。なんかポップな雰囲気のカラフルハッピーな島らしくって。お、これは猫かな？ぽいよね。猫？え？猫？よね。きっと。多分。そうなはず。あ、すごいな。多分この辺の花とかもさ、いろんな種類のいろんな色を、あえてこういう感じで植えとんやろうね。私なんかなんやろうな。バラバラに植えたら、バラバラに植えた分、変にしかならんのやけど。ちゃんとした人がやると、綺麗に見えるものなんだな。やっぱこういう、なんていうん？水辺の使い方。みんなすごいよね。ちょっとしたリゾート地みたいな感じ、このあたり。ね。そしてちょっと、君は誰だったっけ？うんじろう？全然違った。ロボ。なんだおめえ、新参者か？まあ遠慮せずに、ゆっくりしてってくれよ。ラブユー。ラビュー。どうした？めっちゃ。え、これ、ヤシの木って切り倒したらこんな感じになるん？座れんの？これって。座れん。ただただこういう物体になるんやね。どうも。ようこそ。ゴリクさん。外国の人の名前って感じなんかな。ほら、多分島中、いろんなところ、こんな感じで、いろんな花を、植えてあるって感じなんやね。ここは何なんやろ？駅？え？なんか、ベッドがあるな。ベッドがあるな。いいな、ピンクのやつがめっちゃいいなって思うよね。ダイナーの椅子。ここ普通に渡っていけるんやね。お、音楽が聞こえてきた。あ、この先には行けなかった。あっちからか。よっ。いや、ここの先にも渡っては、いけなかった。いけなかった。ちょいと待って、なんかね、こう、地面がね、どこが繋がってるのかが、ほんとなんかめちゃくちゃカラフルな感じやね。これは、じゃーん。え？テレビトレイ？なぜだろうか。なぜなんだろうか。いいな、なんか、全体的におもちゃの街みたいな感じよね。綺麗。地面もさ、すごいいろんな色があって、あ、なんか、島の至るところにプレゼントが置いてあるのかな、もしかして。あ、見て、ここなんかいろんなものが。シャワーサンダル。いろいろと何かあるぞ。青い手持ち花火。ほうほうほう。あ、すごい、いろいろ。私、アクセサリー全部はコンプしてないな。マリンス。なんかバスタオルだけでもめっちゃあるんやね。そうかんないやけど。あ、バスローブもあった。なるほど。バスタオル。あ、一応これ、どんな感じなんか見本と、プラス、こう下に置いとるやつが実際に身につけれるやつってことかな。多分そういうことやろ。ほら、ピンクのバスタオル。いやー、セクシーっすね。セクシーかどうかちょっとわからんけど。シャワーサンダル。シャワーサンダルって何？ちょ、待って。イェイ。あ、色味的にまあいい感じかな。んで、これが三角巾。三角巾つけた方がいいんかな。つける？
こんな感じになりました。これ何？はしごが必要な場所があるってことかな。きっとそういうことなのだろう。うんうんうん。一応外はいっぱいしてるけど、家の中はね、派手なエリアにある大きい家の中のみ飾っとるらしくって、その大きい家の中が、お風呂屋さん？お風呂屋さんをイメージしとるけん、このなんか浜辺にね、浜辺にバスタオルとかを置いてると言っていたんだけども、あ、上がれた。うわー、めっちゃカラフル。派手なエリアやけん、このエリアってことよね。すごいな、なんかテーマパークみたい、楽しい。ね。これは？下から見えていてちょっと気になっていたもの。ボタニカル T シャツ。なぜ置いてあるのだろうか。これから流れよんかな、音楽。多分そういうことであろう。で、このエリア。あ、見て、あそこで絵描きよる。あ、こっち通れないのね。通れなかったわ。ほんと、派手なエリアにある大きな家っていうのは、あ、さらに奥なんかな。多分、テントの中にはね、なんもないって言おったんよね。すごいな。すべてが派手だ。すべてが派手だ。でもその分あれないよね。ちょっと家は、シンプルめな家が多いというか。なにこれ。あ、マンホール。あ、そう、こういうのなんかさ、ご当地マンホールみたいな感じじゃない？ね。あ、ちゃんとこういう風に作業スペースみたいな感じにしとんか。私もなんか、もうちょっとさ、自分が作業しやすいように、プラス、見栄えも考えて、どっかしらに作業スペースを作ろうかなぁ。かなぁ。かわいい。なんかいろんなところにいろんなものが置かれてあるんよね。そしてやたらと気になるこの骸骨型のスピーカー。スピーカーよね、あれ。なんかいろんなところにベッドがめっちゃ置かれてあるんよね。これは何かを表しとんかな。よいしょ。で、こっちの方に来ると、ここは、メニューが置いてあるってことはカフェとかそういう感じ、なんか個性的だな。あ、ベルってこういう感じで置けるん。そういうことよね、あれって。多分。見て、なんか、うわ、びっくりした。このハムシやろ、あれ。何が起きたかと思って、ウィッシュやん。ほら、見て、なんかさ、この森の中もめっちゃ不思議な感じが漂ってない？ちょっとなんかバスタオル巻いて森の中を移動しよるけど。ちょっと待って、服、ボタニカル T シャツの方に着替えとこ。多分こっちのエリアはこれの方がいいはず。きっとそっちの方がいいはず。うん。あとはまあ、うん、これでいっか。うわ、びっくり。なんかすごい地面がね、不思議な感じが漂っとるよね。いや、びっくりした。見えてなかったよ。チーフかい君は。見ねえ顔だが、ねえ、客人だな。まあ、ゆっくりしてってくれ。好きだぜ。みんな愛の告白をしてくれる。素晴らしき。この辺ちょっと素朴な感じ？かわいい。いいね、森の中の小さな家。おー。あ、いいな。あ、なるほどね。こういう木のスコップとかさ、こういう感じでできるんやね。なるほどね。そっか、そういう風に刺して使えるけん。なんか農作業中の一コマみたいな再現できそう。よきっすな。お、びっくりした。あ、さっき、チラッと見えとった人や。やんかさ、サブ。そのまま。なんかすごくそのまんまな感じ。あ、もしかしてこれって、これってもしかして地面じゃなくて川？いや、地面であったんかな。家の前まであるしね。見て、めっちゃクラゲ。超クラゲ。
ほら見て、地面のこのマイル座も多分クラゲやろ多分。そういうこと。なんかめっちゃ、子供豆椅子があるんだけど。お父さんと二人で、釣りをしよる感じかな。あ、いいね。なんか道具とかもこういう風に活用できるんやな。ちゃんとね、そこに置いとる風に見えるけん。ほら、お父さんの釣り竿と、これ息子の釣り竿ってことやろ。にしてもなんか、子供小さすぎるような気がするけど。だま。ハッピーミッドサマー？イェーイ。有田さん。私、ここの家の雰囲気めちゃくちゃ好きなんやけど、わかる？あ、この景色めっちゃいい。この素朴な感じ超好きなんよね。お、あれはちゃちゃまるでは。どうも。ん？くせ者？違うよ。そのぼーっとした顔を見る限り、一緒楽そうだな。ゆっくり遊んでってくれ。大好き。それぞれみんな、どんな愛の告白をしてくれるのかが。あ、見て。ほら、奥に何気に、ひっそりとお風呂があった。あ、何？ここには。ほら、ものすごくひっそりとお墓もある。あ、ちゃんとほら、小道が続いとるよ、この裏。この2軒の家の人のお墓なんかな。そういう感じですか？なんかポップでカラフルな方もそうやし、こっちの森の中もそうなんやけど、ここ人の家かと思ったら普通に。あ、見て！外にキッチン。なんかこういうのもいいね。すごくいいね。こういうのさ、なんて言うんやろ。魔法系の RPG でありそうじゃない？こういう雰囲気。こういうさ、なんか正面2段、横2段みたいな先もすごいいいな。こっちの奥にも、なんかこういう隠れ家的な感じでね、いろいろと家があるのも、いい感じ。あ、これ奥に行ったらプールあるやん。え、お風呂もいっぱいあった。お風呂もいっぱいあったよ。露天風呂なんかな？みんなめっちゃ巨大なキャンプファイヤーで温まるんですね。なるほど。そして、あ、家の真ん前こういう感じにするのいいね、めっちゃ。なんかこれ、ギリギリのところまでさ、なんかしづらいやんか。間違えた。ああいう感じで、できるのいいね。ツルツルのキノコ。これ何したの？これ。これも、キノコの一部？あの下の丸っこいやつ。おー。このあたりで、うわ、めっちゃ飛んだ。超飛んだ、びっくりした。あ、ここでゆっくりとゆっくりとね、景色を楽しむんすね。良きだわ。見てこれなんか、裏に、ほら、超巨大な蝶々がいるんですけど、あれ私が前にさ、不気味って言ったやつよね。このドア、すごい綺麗な感じする。ね、ん、こちら側からは、ハイウェイム。みんなさ、こういうなんか難しい感じの地形で、なんか自分で作るときにも私迷子になりそうなんやけど、こんなの。思わん？絶対自分で迷子になる。すごいなんか、派手な屋台が。外国風な感じやんね。なんかタイとかそういう感じを想像するよ、私。なんか東南アジアとかそんな感じじゃない？え、見て。なんかめっちゃさ、砂漠みたいな感じなんやけど、いきなりのなんか、お部屋感。いきなりのお部屋感。あ、あの白い滑り台めっちゃ可愛いんですけど。ちょっと待って。あ、ここはテントね。なるほど。いいな、テントの外にかまど。
かまど私買ってないんよね、確か。まだ手元になかったような気がする。ここは一体どこなのかしら。ちょっとマップを。ふむ。まだ結構こっちの方スペースあるのか。ちょっと待って。もうちょい奥に進んでいきたい。この不思議な空間。なんとなくこの空間さ、ちょっとドラえもんを彷彿とさせたいんやけど。あ、見て、これ。これあれやん。水たまりに雲が映っとる。いいね、いいね、そういうの。そしてここは、なんかおもちゃが、公園。なんか不思議な感じよね、めっちゃ。なんていうん。建物の外観がすべてない感じ。でもそういうなんか独特な世界観好き。独特な世界観や。見て、なんか怪獣おるんやけど。あれは、巨大な壁が。ほら、こっちにもなんかいきなりテーブルとかね、こたつとかある。え、濡れてるよ。勉強道具が、水たまりに。水たまりに。お、これは家族で何かお祝いなんかな。人参ケーキや人参ケーキ。でっかいのがゴロゴロと乗っている。なんか逆に昔風なんか今風なんかが全くわからなくなってきた。ここにはなんか椅子がいっぱいあるね。なんかすごいさ、この島全体的にめちゃくちゃ芸術的なものを感じる。お、ここはなんか芸術品がいっぱい並べてあるね。こんな感じ。ここプライベートビーチやろ？プライベートビーチに行く、ちょっと手前ぐらいからこういうスペースにしてる人結構おるよね。なんだか怪しげな音楽が聞こえた。お、上、あれはなんだ？なんか何かしらの絵が描かれてある。犬っぽい感じかな。かわいい。かわいい。あ、こっから上がれる。上がれた。ふんふんふん。ね、テレビトレイってこれやろう？よね。確か。なんか私の中にはないような発想が、たくさん。面白いなぁ。ね。う。ここは、ゴミ捨て場的な感じなんかな。なにこれ？え、これなに？え、なにこれ？うんちじゃないよね。え、あれなに？あれも道具の一種？見てこれ。めっちゃ壮観。ね、すごい崖にまで。この崖とかを使った、図書館。すごい。いいな、この月、この月めっちゃいいな。なんか博物館あたりに置きたくない？めっちゃ置きたくない？この辺はちょっとなんか、荒れ果てている感じ。荒れ果てている感じと、こうなんか本がたくさんある。この、ちょっと寂しげな雰囲気。よっき。こっち側のこのポップなところもすごい気になるんやけど。あ、工事中の看板が。あっちはね、まだちょっと未開拓らしく。あ、この上に。よいしょー。ここはちょっとしたカフェなのか？なんか落ちとる靴下もめっちゃ可愛いんやけど、なにこれキャラクターものの靴下？そういう感じ。これ上からやったら寝れるとかあればいいのに。うっ。ちょ。てか待って、家はどこでしょうか。なんか右上の方になかったっけ、家。マップ。うん、右上の方やな。博物館の横あたり。なんだ、いきなりのタヌキの置物。え、冷蔵庫ってこんなカラフルな冷蔵庫もあるんやね。へぇー。この砂漠の中。こ
このテントのちょっと上じゃない？ここから入れるか。博物館の横あたりよね。え？博物館どこやった？ちょっとここ入れる。お、抜けれた。この先？ここか。え？通り過ぎている。え、どこですか？この下？あ、これかな？え、これ？いや、これ動物の家やんね。あれ？通り過ぎている。え、ちょっと待って、どこ？あ、これか？う、ここでしょうか？あ、違うな。これ動物の家やんね。あ、ここのもうちょい、あれか？ちょっと待って待って待って。この左上？ここ抜けちゃいかんかったんか。これか。はっ。これだ。やっとたどり着いた。お邪魔します。ふぅ、たどり着けたよー。ここお風呂屋さんであったんかな。なんかね、大きな家はお風呂屋さんをイメージしていて、各部屋いろんなテーマのお風呂にしてるらしいんやけど、めっちゃジャングルチックな感じ。入り口めっちゃジャングルチックな感じ。ちょ、待って、ここで、どれや、これか、バスタオルに着替えましょう。で、ちょっと、三角巾はここではいらんのかな。よし。せい。左の部屋へ。あ、左は結構なんか、ん？これは何？え、なんか動いた。何これ？おどろおどろしい感じのものが置かれている。でも全体的にこの部屋は上品げな感じやんね。あ、あれさ、なんていうの？このお香？ピンクのお香初めて見たんやけど。ここが夢見のベッドなんよね。お香とかアロマとかで癒される感じかな。女子力高め。あ、見て、奥の部屋はめっちゃ和風な感じ。素敵っすね。あ、見て、あれさ、何？なんて言うんやっけ。ハリボテの木。あれ、桜版もあるんよね。ってことは、いろんな季節分があるってこと。あ、こっちにもお風呂ある。二つあったお風呂。なんかめっちゃ透き通って綺麗よね。いいね。和風なお風呂。そして所狭しと壁にも色々と貼られている。料理人系の服まで飾られて。はい、そして右側の部屋へ。ん？右側はなんか、セクシーで大人っぽい感じ。ほら、こんな感じ。そしてちょっと、怪しげな音楽が流れている。紫のお湯、紫のお湯。まあ、ライトアップされてるだけなんかもしれんけど。いやね。紫にライトアップされたお風呂。豪華っすね。そしてなんか、めっちゃ良くない？緑。周りを植物で囲まれている。それじゃあ2階へ。あ、2階はなんか、ここはサウナ的な感じかな。ね、なんか熱された石とかがあって、横では多分アロマらしきもの多分。そしてこっちは、あ、水風呂的な感じでプールがあるってことかな。きっとそういうこと。そしてここで横になって、まあ、マッサージしてもらったりだとか、いろいろと。サウナ行きたい。こう、願望が書かれていた。サウナ。サウナ、私逆にさ、小さい頃しか行ったことないよね。まあ、多分ね、銭湯とか自体に小さい頃しか行ってないけんやと思うんやけど。何気にサウナからの水風呂好きやったな。渋い趣味やった。お、地下は、何これ？何これ？お風呂上がりにジュースが飲めるってこと？フルーツジュース。健康的。そして音楽まで。え、何これ？
洗濯機あるんやけど。もう、あれですか、脱いだ服はその場で洗濯して、もしや乾燥までして、で、その場でまた、綺麗にした服を着て、去っていく感じ。え、めっちゃいいやん。これはもう、3名限定なんかな。3人ずつ、めっちゃ並びそう人。でも、お風呂順番待ちとかやったらなんかめっちゃ気使いそうやな。あ、これ下になんか小さい人とかおるんやね。あ、これってあれか、狼に育てられた子ってことか。なるほどね。なんか、一つ一つのお風呂めちゃくちゃ良かったんやけど、入り口が個性的すぎてなんか、入っていくのためらいそう。まあでもね、島自体がめちゃくちゃ、全体的に個性的やけん、多分この島に住んどる人やったら、そんな物おじせずに入っていくんかな。っていう感じもするよね。どこから抜ければよろしいのかしら。どこかし、降りられるところがあるのでは。こっちか？こんな橋渡ったっけ、私。いや、でもここのエリア見たね。ああ、広場に戻ってきた。広場に戻ってきた。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかすごい、なんていうんやろうね。歴史に残りそうな感じの、めちゃくちゃアーティスティックな世界観やった。ね、素晴らしき。私にはないような感性やね。